はい、皆さんおはようございます。政治家女子48と藤沢市政対策委員佐野弘子です。今日は藤沢駅北口でチラシ配り哀悼演説をやっております。はい、皆さん政治家女子48党です。よろしくお願いします。政治家女子48党は最近立ち上がったばっかりの48人の女性からなる党です。皆さんよろしくお願いいたします。私は藤沢市で IT 化の、いち早い導入を目指していきたいと思っております。現在若者がなかなか政治に参加できないのは気軽じゃないからだと思っておりまして、まあ、IT で効率よく進めていければ若者の参入も増えるんじゃないかなと思います。例えば選挙もネットで投票できるなど若者が気軽に身近な政治にしていきたいと思います。また住民票の移動や転入転出登記などこちらもネットから気軽にできるようにしていきたいと思います。今日本では法人設立もとても面倒な手続きが必要だと思いますけども、エストニアでは、法人設立するのもオンライン上ですごい低コストできます。まあ、3万円から5万円あればオンラインですぐに設立できたりするので、日本でも手軽に法人設立できるようにしていきたいと思います。その他いろいろ IT 化の導入を図っていきますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。政治家女子48党です。